犯罪ジャーナリストの小川大平さんです小川さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします 改めましてフィリピン収容所から4人同時の強制送還はあるのかということです今村容疑者と藤田容疑者はもうすでに告訴が棄却されています <laughs> そして渡辺容疑者、小島容疑者に関しては今日裁判の続行が決定していたと朝も裁判が行われました警視庁、明日にも強制送還との見通しを示すそして明日の午前次回の裁判ということで、まあ、これがどうなるのかということです。 でえー、見ていきたいんですけども小川さんによりますと送還は4人同時か数日のずれになるのではということですでこの4人同時が望ましい理由なんですけども、うん、送還されれば飛行機が日本の領空に入った時点で逮捕ですから、まあ、機内で逮捕ということになります<ー>逮捕後48時間以内に送検その後、最大20日間の交留です期間、えー、が同時期であれば供述の裏取りがしやすいということですね。うん 小川さん基本的にはやっぱりこれ、4人同時が望ましいということで、その可能性はあるということでしたねそうですね、まああの、レムリア法務大臣も、ですね今月の頭から、最初、今村容疑者1名だけ、次にいや4人同時可能だなんて言っておきながら、今度また2名になって、ですねまた今日は4名、えー、といったように、ちょっと二点三点してるんですが、はい、どうも裁判所の動きを見てるとですね、 まあ、あ,のある程度、もう結果力で動いてるのかなと、やはりこう裁判所、えー、弁護人等の顔も立ててあげなきゃいけないので、もうすぐね、えー、企画ダメというのではなく、時間いっぱいまで引っ張るだけ引っ張って、うんえー、それで明日、まあす、決定するのかなと。 いう風な感じに私は見ています、はい、日本側の希望通りではないかとで警視庁の捜査員などもすでに約15人が現地入りしているということも影響しているのかと見られていますでは今回小川さんがですね直接取材をされました元収容者の Y 氏です <coughs> ビクタン収容所に4年半収容されていた人物です, <coughs> 物です Y 氏が収容中に今回の4人が入ってきたということなんですが詳しく見ていきますと、えー、まず 藤田容疑者小島容疑者そして渡辺容疑者は三人非常に絆が強いというふうに Y 氏が話しましたで渡辺容疑者はボスと呼ばれているということですねで今村容疑者は一匹狼、まあ、違う時期ずれて、えーまあ、山村容疑者は入ってきたということでした、うん、で渡辺容疑者と今村容疑者は北海道出身ということだったんですけども仲がいいという印象はないと Y 氏は話しています 今村容疑者は収容所内で特殊詐欺グループの収容者にオレオレ詐欺をやらせていた金持ちのリスト叩き、まあ、強盗のリストですよねがあったとかけ子に残虐なビデオを見せて裏切らないように脅していたというふうに話していますですから、小川さんこの今村容疑者ですけ1匹オオカミではありますが、まあ、こういった力でなんかこうコントロールするようなことをしていたということなんでしょうか。 そうですね、まあ、あの恐怖政治のようなあ感覚で、まあ、動いていたと、ですから、まあ、中にはです、ね、この渡辺容疑者と今村容疑者がえ仲良く、親しくしていた時期もあったようなんですね、<ー>それがやはり中で、やはりこうどうしてもお、まあ、トラブルがあったんだと思うんですけども、うん、お金の話ですかね、えそういったので、えちょっとこう離れてる期間もあったようですね。うん というまあ、こういったまあ、人間関係も少し見えてきたということです。うん、で、このビクタンではお金がないと地獄だというふうに岩井氏は話しました。毎日の食事は主に米だけ、おかずは。 肉のない唐揚げ、その衣だけっていうことなんでしょうかね。何をするにもお金が必要、物価も高いのでお金がなくなる人が多い。物価が高いってどういうことなのか。例えばテレビ三十九インチ、フィリピンでは通常およそ二万ペソ、だいたい五万円ぐらいで販売されているものなんですけれども、収容所の中では約五万ペソ、約十二万円ということで倍以上の値段が収容所の中ではしますよ。ちなみにフィリピンの平均年収は四十八万円。お金を持ってたら何でもやっぱり手に入れることができる。 私が Y さんから話を聞くと、まあ、Y 氏は4年半、えー、ずっと前からいたんですけども、その頃はそんなに高くない、VIP ルーム、個室にしてもそれほど高くなかったんですが、この振り込め詐欺の集団、36名が入ってきた時点で、ベッドが足らなくなる、はい、で中にはこの渡辺容疑者はじめ、この4名はお金を持ってますから、個室に入りたい、エアコンのついてる部屋に行きたいうん、うん、となると、ですねどん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 、この。えー ビクータの収容所の中の物価がどんどん上がっていく<ー>で、お金を数百万って預けてるもんですから、この職員もです、ね、お金を持ってるやつからはどんどん取ってやろうというところで、うん、もう何でもかんでも物価がまあ倍以上に上がってきたといったような話をしておりましたですから、この容疑者がその金を持っていたのは、もしかしたらその詐欺で奪われた金が原資になっていたという可能性は、小川さん、考えられますか。 いやもちろんそうですその,そのお金を日本から、まあ、どういう方法か分かりませんけどもハンドキャリーで持ってきているのか何か分かりませんがお金がある程度ここに入るですから入っているから子の者たちも収容所の中から振り込み詐欺なり今回のような連続強盗の指示をですから、まあ、そういったあの例えばその職員にお金を渡して自由にするそういった賄賂を横行していたということだそうです。 でこのお金に関してなんですけども Y 氏は日本に帰るにもお金がいるというふうふに話しています手続き渋滞が起きていた、まあ、その手続きする人が大勢いたということですよねでお金を払えば順番を優遇してもらえるが払えない人は滞在が伸びてしまうと、えー、自分はコロナの影響もあり帰国まで4年半かたったと話しました、うんえー、ギリギリの生活をしていたがトータルで1000万円近くかかったと、えーうん、4年半で1000万円使った Y 氏は帰国前に小島容疑者と会話をして今後どうするのという,ふうに聞いたら小島容疑者はここにいると金ばっかり取られるから何とかして場所を移りたい日本にはもう帰らないというふうに話していましたじゃ帰らないというのはじゃどういうことなのかということなんですけども可能性として逃亡は可能なのかという話なんですが Y 氏は僕がいる間に逃げた人がいた。 脱走があると収容所内はロックダウン状態になるんだけどもその人が逃げたときはロックダウンがなかった<ー>聞いた話によると2000万円か3000万円を払って脱走を黙認してもらっているとかと<ー>ですから、まあ、やっぱりもうその管理がやっぱり全然行き届いてないワ <laughs> <ん>イドが横行しているということが分かりますさらに国外脱出もということでフィリピン人のパスポートは結構安く買えるちょっと日焼けをしていてそれなりの体型ならフィリピン人として え船の関係のお仕事などで外国に出ることもできると聞いていたということで、このあたりがやっぱり小川さん、一つの,そのまあフィリピンの抱えている問題がなんか浮き上がりましたねそうですね、まあ、実際にこれ、フィリピンだけじゃなくて、ですね他の国でもこういったことって実際にあるんですけども、うん、現地の政府が。 正規に発行するパスポートですから、そのパスポートで広告外に出ても、偽造のパスポートではないんです、ただ、撮り方が違法、写真はその本人の写真が写ってますけども、大体、他の国に入国するときに、フィリピン人だからといって、宝具をしゃべってみろなんて言われる入国管理局はないので、うん、日本人がそれになりすまして、第三国に出国するってことは可能ですねなるほど。 あの小川さん、この4人の容疑者はこの収容所の中からさまざまな詐欺を働きかけていたわけですけれども、犯罪を働きかけていたわけですけれども、このあと、どうする計画だったとか、そういったことは、どんなことが考えられますかまあこれは中に入っていたものの話ともいろいろ鑑みて考えるには、ですねやはりここでもっと、この、 え事件を起こして、お金をまあ自分たちにもお金の分配金があるんですけど、そのお金を貯めて、金額はいくらかわからないんですが、2000万なのか、3000万か分かりませんけども、そのお金でこの収容所から出て、この中もね、本人たちにしてみたら、意外と自由だったかも分かりませんけど、本当の自由ではないので、本当の自由を得るために、 この収容所からお金を払って出て、えー、偽造パスポートなりを購入し、第三国に行く、うん、ということを考えていたのではないかなというふうには思っています小川さん、今後の捜査でそのあたり、どこまで追及できそうですか。 そうですね本当におっしゃる通りで、ですねえこの4人が指示、まあ、役であったことは間違いないんですが、この首謀者であったり主犯格かというと、ですね、えー、間違ってもこのフィリピンの,あのビクータンの収容所の中から、今回の連続強盗事件が完結するとは思いません。うんうん 当然ですけど、リクルーターがいたりとか、のの闇のアル,バイトをですねアルバイトを雇う者いたりとか、この情報をちゃんと統括する者がいたりとか、あと実際にお金を運搬ですね、そういったことを指示する者がいなければ、今回のこの犯罪は成立しないので、当然ですけど、この4人ではない、4人よりもっと上にですね、黒幕的な人間がいる、いてもおかしくないではなくて、いるはずだと、私は思っています、はい。 では今後のスケジュールなんですけども、渡辺容疑者と小島容疑者裁判の続行が決定しました。で、七日火曜日ですよね、明日ですね。午前、次回の裁判ということで、ここでまあ、四人の同時相関あるのか、ということです。で、フィリピンのマルコス大統領が、八日水曜日から訪日ということです。で、岸田総理と首脳会談を予定しているということです。首脳会談で想定される成果なんですけども、共同通信によります。 日本が年間2000億円超えの開発支援を表明するのではフィリピンにとって日本は最大の ODA 支援国だよということで、まあ、あの相関がもう間もなくという段階まで来ましたけども小川さん、今後の捜査のポイントを教えてください。 そうですねやはり先ほど申しました通りですねまずえ今現在、逮捕状出ているのは、詐欺事件のこの窃盗事件ですね、キャッシュカードを盗んだ件ですけれども、このえ本丸にはですね強盗致死ですね、強盗殺人事件があるので、それを見据えて、この4人だけではなくて、その黒丸、うん、その黒幕ですね、その黒幕をまあ炙り出す作業。 まあなかなかもかん最初は完全黙秘で来るのかなと思いますけども、そのあたり応酬した携帯電話面会の模索、お金の送金の記録等をですね、えー、まああらゆる捜査を手段を得てですね、まあ解明していく究明していくことが必要かなというふうに思います。はい、わかりました。この時間は犯罪ジャーナリストの小川泰平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。